皆さん、こんにちは。私たちのニュースチャンネルへようこそ。私は、です。今日のニュースは、フジテレビのイットで MC を務める宮島奈美アナ32、32、人ロックバンド、キングニューのリーダーである、常田大樹、31、系の兄、常田俊太郎、33、牛とのロマンチックなデートについての報道です。週刊ポストが彼らのデートをキャッチしました。 富士テレビの宮島奈美アナと常田俊太郎氏の熱愛が明るみに出ました。この二人は、9月25日に週刊ポストによってデート中の姿が報じられました。この記事によれば、残暑厳しい9月中旬の日、二人は都心のターミナル駅近くを手をつないで散歩していました。そして、新しくオープンしたおしゃれなパン店に向かいました。二人はレジで待つ間、 お互いを見つめ、手を繋いでいました。その後、二人は仲良さそうに彼の自宅マンションへと帰路に着いたのです。常田俊太郎氏は、キングニュの多くの楽曲にバイオリンで参加し、ファンからは5人目のメンバーとして親しまれています。兄弟仲が良いことでも知られており、インスタグラムでも二人のツーショット写真がアップされています。また、最近では米津玄氏やウンディ、 カトウミリアなど有名な歌手の楽曲にも参加し、幅広い才能を発揮しています。取材によれば、宮地アナは頻繁に時田氏の自宅に泊まることがあると報じられています。ある夜は、時田氏が大量の食材を持って帰宅し、その直後に宮地アナがマンションに入る姿もキャッチされており、ほぼ同棲状態と言えるでしょう。宮寺アナに直撃インタビューを試みましたが、彼女は、 プライベートに関することはお答えしかねるということで、と笑顔で対応し、タクシーに乗り込みました。同日、時田氏にもインタビューしましたが、相手のこともあるので、私からはお答えできないんですよ。ごめんなさい、と丁寧に頭を下げました。フジテレビに問い合わせると、社員のプライベートについてはお答えしておりません、という回答がありました。 9月25日発売の週刊ポストでは、宮司アナと時田氏のデートの詳細や、直撃インタビューの内容が詳しく報じられています。これにて、宮島奈美アナと常田俊太郎氏のロマンスに関する最新情報をお伝えしました。彼らに幸せな未来が訪れることを願っています。私たちのニュースチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました。